スエちゃんは気にしないでよ。スエちゃんは曲作ったりしてって。無職のくせに割り勘で飲もうとすんなよ。どうせ女にもらって小遣いだろ。金が欲しいんだったら他に方法あるんじゃない。そんな金で俺が飯食えると思ってんの。全部あんたの音楽のために。こんな金でも稼いでこないとしょうがないでしょ。すごい久しぶりじゃない？ねえ。俺あの頃お前と一緒にいても全然面白くなかったもん。好きばっか押し付けてきてさ。でも今日はすげえ楽しいし、俺の彼女なる？せいちゃんが振ってくれたら楽なのにな。なんだろうな。私たちのこのありふれた平凡は本当はとても壊れやすくて、なくさないことは奇跡。かぼちゃとマヨネーズ。